湯気寺は岐阜県伊比郡池田町の池田三世六にある臨在宗明神寺派の寺院。三号は有屋山で伝行大師が回帰と伝わり、改装当初は天台宗の寺院であった。西見の三十三霊場九番札所である。湯気寺の改装は平安時代に遡る。公認八年に美濃国安八軍を伝行大師が巡釈の際に、 池田山に詩雲が漂っているのに気づき、訪れたところ温泉が湧き出しているのを見つけた。その温泉を釈上でかき回したところ、馬頭観音が権限したと伝わる。その馬頭観音を祀るために寺が建てられ、気づいにちなんで、有谷山湯花寺と名付けられた。改装時の寺は、現在の位置よりも山頂に近い位置に建っていた。その後、大徳年間に、 白川法王が谷組山家本寺を参拝の木とに、にわかの病に見舞われたが、この温泉に入り併用したため湯気寺の事号を、下死された。その際に、大繁や京六百巻も授かり、その経典を治めるため平安寺が建立されたと、伝わる。その後臨済州に改修し、湯気前寺と称するようになった。平成十七年に、境内地を掘作したところ温泉が発見され、 入湯施設ができ、温泉客で賑わっている。また、多くのアジサイが植栽されており6月には、花見客が訪れる。ありがとうございます。